緊張はします。緊張してる。緊張しかない。緊張はしてますね。ちなみにこれあのいいコメント出るまでサドンです。楽しくなきゃ働いてないし、ね、楽しくなかったらね働いてない。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ワンダフルワンワン青チャンネルのクータです。はい、お願いします。お願いします。はい、ちょっとまあ、 あの撮影場所あるんで、はい、歩きながら行きましょうか。はい、はい、お願いします。久々ですね。お久々です。どうですか、 YouTube もう慣れますか。いやまだまだ全然。何回目ですか。前回撮ってそれぶりなんで。あ、それぶりか。まだ1回目とか2回目ぐらい。2回目ぐらいですね。どうですか最近お店は。なんか、まあぼちぼち、ぼちぼちうまくやれてんのかなぐらいです。あ、結構入ってるんでしたっけ。今ちょっと多めに入って週5、週6ぐらいいます。意外とね、歴で言ったらあるっすよね。実は実は実はね、なんちゃってなんちゃってなんちゃって信じなんちゃって信じ、ね、うちは今日ね、ひいすけくんも一緒に撮影ってことなんですけど、はい、ひいすけくんはまだ仕事中。仕事中で、じゃあ後から合流みたいな。そうですね、はい、多分ひいすけくんもまだ慣れてないと思うんですけど、あえてその二人に、はい、ちょっと青の魅力聞いちゃおうかなみたいな。魅力なんで、まあちょっといろいろ聞いていこうかなと、はい、思いまして、はい、なので、まあ、もうすぐ撮影場所なんで、はい、まあ、一旦行きましょうか。行きましょう。はい、ひいすけです。はい、お願いします。めちゃめちゃ緊張感ないですね。緊張しかない。緊張はしてますね。さっきくーたくんに聞いたけど、ひいすけくんもだから2回目、3回目。そうです、3回目です。3回目、うん、ということで、もう緊張してないですね。緊張はします。緊張してない。緊張してる。はい、ということで本日は青の中で一番カメラに緊張している2人を集めて青の魅力を語ってみたという動画なんですけど、語れそうですか。まあそれはもちろん。あ、もちろん、まあ、もちろんそうですね。はい、ということで、青の魅力語ってみたということなんですが、まあフリートークでもいいんですけど、まあちょっとそれはね、話がそれそうなんで、一応お題というか、まあだけこっちから投げます。じゃあまず1個目、最近の青どうですか。落ち着いてる。落ち着いてる。うん、落ち着いてる時もあるし、にぎわってる時もあるって感じだよ。前より、うん、潰れて寝てる人を見かけないかもしれない。お、確かに。あとしっかり飲んでる人も増えたよ。うん、うん、ね、うん、ね、それはあれですか、お客さんの話ですか。スタッフが、あ、お客さんの話。お客さんの話だ。スタッフみんな潰れてもらって。ではちょっと触れ忘れたんですけど、はい、あの、ケイスケ君、顔出しということで。そうです。よかったですね、ファンの皆さん。顔ファンの皆さん。顔ファン。顔推し。入店前の印象、みんなキラキラしてたかも。うーん、仕事をしてる人かっこいいって思っちゃうタイプなんで。ああ、いいですね。お酒飲みちぎって、なんかいろんな人とキャッキャしながらお話ししてるのかっこいいなみたいな、そういうキラキラ。ああ、それ見てみたいなとこもあるんですね。そうですね。見せこになるまで1回しか行ったことなかったんですけど、もうだいぶなんかアットホームな感じがしてましたね。はいはいはい。誰でも入りやすいような感じはしました。結構ね、お客さんでもね、なんか YouTube やっぱやってるんで、あんま来ない人からすると、あ、YouTube 出てる人に会えたみたいなイメージあるけど、入って喋ってみたら、すごいアットホームな感じ。だ、二面性があっても、まあ、それはそれで嬉しいみたいな話をね、お前と同じストップして言ってましたけど。いや、入店してからどうですか。けど、みんなガが強い、本当に。まあ、胃もたれするキャラ多いかもしれないですね。本当、入る前はアットホームな感じだったんですけど、はいはいはい、月日が経つにつれて、こう、なんだろ、戦場戦場なんか思いがちょっとずつ、まあ、出てきて。ちゃんとお仕事だったってことですかね。お仕事として最近はそういうやらかしはないですか。うん、ないですね。ああ、素晴らしいですね。ペル君はね、なんかシャンパンの冷凍庫に冷凍庫の大事件が。その青のスタッフの系統みたいな。あ、でもスタッフは若い子多めで。ああ、確かに。一部を除いてお店にもよると思いますけど、うん、ちょっと年齢差高めな、うん、その従業員側が、はいはいはい、ところとかもありますし、テキーラしか飲まない子ばっかとか来たことない人のイメージはそっちかもしれないですね、うん、どっちかっていうと他のお店の
店子の子たちと比べるとなんかどちらかといえば控えめな子が多い、うん、ああ確かにっていう、まあでも確かにそのテキーラバンバンとかの店と比べたらそうっすよね、うん、もうあんなんだって会話しないっすよね多分ね、まあずっと飲んでる、そう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 今度はそのスタッフというよりはお客様の系統というかこんなお客様多いなみたいなのがあったら、うん、20代のお客さんは多いよね、うん、な新規のお客さんとかも結構来てる、あそうだね、女性のお客さんとか、あうちのノン系のお客さんも来るし、そうですね、やっぱ割合的には多いんですか、他と比べると、女性とか、ノン系のお客さんっていう面では多い、うん、あそうだよね、他と比べると、うん、ダメなとこもあるんですよね、やっぱ、それゲイバーなんでっていう、うん、まあ、そういう方の場合、なんか、新規のお客様はちょっと、あとかっていうお店は多いとは聞きます。はい、あ新規のお客様が多いっていう系統はどうなんですか、そのスタッフ的には。僕は全然なんか新たな出会いの面では楽しいかも、なかなか会えないですもんね、こういうとこじゃないと、うん、新しい人に会うことってないんじゃないですか、一般社会で言ってたら普通にないです。そうですよね、たくさん飲ませられるどっちですかそれ、飲み方を教えてお互い一緒にたくさん飲めるみたいな。ああそうですね、それこそなんか飲みゲーとか教えてたくさんお話もできるし仲も深められるし、うん、お店新規というよりもゲイバーの初めましてみたいな人が多い、うん、そうです、割と多い、初めて来ました、うん、ゲイバー来ましたとか、はいはいはい、というお客さん多いです。お客さんも若い、20代多いって言ってましたけど、うん、はい、それやっぱスタッフとなんか同年代だと喋りやすいみたいなのもあるんですか。僕は逆ですね。あ、逆なんだ。5年代はちょっと難しいというか、はいはい、掴み方が分からない。掴み方が分からない向こうのテンションに押されちゃって、うん、空気感とかに持ち込めない。じゃあもうずっとうんって聞いてるだけみたいなことですか。まあ、聞きつつ、相づち打ちつつみたいな、うん、いい感じのところで話を広げたりとか、うん、そういうトークに持ち込んだりとかね、うんうん、どっちの方がいいですか、上の方がいいですか。僕は上の方が話しやすいです。落ち着いてるっていう面では上の方が話しやすいです。こんなキャピキャピした感じがしないから話しやすいです。すいません、キャピキャピの皆さん。まあ時にはね、時にはそうですね。時にはいいですけど、割合的にはちょっとおとなしめの方が相性いいかなっていうそうです。これ同年代の方がやりやすいですね。あ、やりやすい。あ、その小学生の時に見てたアニメとかで盛り上がれたりできるんで、はいはいはい、アニメのオープニング流して一緒に歌うとか、はいはいはい、そういうのって全然盛り上がれたりするし、それこそなんか遊戯王とか遊戯王ポケモンとかはい、はい、稲妻イレブンとか稲妻イレブン盛り上がれる。はい、ということでいろいろ語ってもらいましたが、はい、まあトータルして、青の魅力一言でって言われたら何でございますか。はい、酔っ払いがいる。酔っ払いがいる、あ、確かに魅力。バカさん、バカさん、バカさん。はい、誰でも入りやすい。誰でも入りやすい、確かに。寝れる。寝れる。メニュー豊富。メニュー豊富とか、それこそなんか、ご飯系食べるものもあるし。はいはいはい。フードといえば。あ、おかげで。あ、おかげで。はい、用意しました。レッドセイブ。いや、見えてたと思う。今日のタイトル覚えてますか。カメラに緊張してる2人。そうです。ということで、今後見据えた上で慣れ親しんでる味で食レポをやっていただこうかなと思います。いただきます。お、うん、うん、安定の美味しさ。安定の美味しさ。うん。一言の。いただきます。うん。なんか出汁が効いてるんで。出汁が効いてる。そう、本当にお酒によく合う。ああ。うん、飲んでてお腹空いた時とかに、はいはいはい、食べるのが一番いいのかなと。結構いらっしゃいます。そうよね。そういうとこ、お腹空いたからカレーちょうだいって、うん、はいはい、それこそ常連さんの方が多いかもしれない。ああ、普通のカレーだとなかなか飲みながらもちょっときついですよね。米もきついですもんね。米もきつい。締めとしても全然、うん、さっぱりしてて、うん、確かに結構食べやすい、うん、はいはいはい。あ、そうじゃない。じゃあちなみにこれいい声と出るまでサドンです。終わらない。うん。
まあ、さっぱりもしてるけどさ、ちゃんとスパイシーさもあるよ。これそれこそなんかチーズとかかけたりしてもいいと思う。確かに。食べ？お土産とかにもちょうどいい。まあ、小さい子はちょっと辛いってなっちゃうかもしれないですけど、ちょっとなんだろう、年齢問わず誰でも美味しく食べれるよね。めちゃくちゃ緊張してる。はい、ということで、いろいろ話していただいたんですけども、はい、どうでした？この緊張があるお二人で話すのは。まだ緊張するよね。緊張するね。向かい合って話さない、話すんですよ。まあ、確かに確かに、それはそうかもしれないです。まあまあ、今後ね、緊張感抜けるぐらいになって言ってもらえたら、できたらね、ちょっとピンとかも取りたいなとして。まあ、結局のところ、お二人はなんで働いてんすかっていう、ね、楽しくなかったらね、働いてないよね、楽しくなきゃ働いてないし、頭使ってもっと話してほしいと思う。なめんなよってことですよ。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。